ということで、はい、撮影が無事終わりました。終わりました。はい。いやもう久々に、我々が植樹した金木犀と、そうですね、ご対面しましたけれども、はい、どんな感想ですか。かなり大きくなってますね。大きくなられて。ね、そりゃ年取りますわな、ね、だって15年でしょ、中3ぐらい、中3じゃん。まず木を植えるっていうことをね、あんましないくないですか。じゃあ初めてでしょ。植樹させていただいたのは、ね、それが2004年、うん、ということなんですよね、はい、いや感動ですね。ちゃんとああやって大きくなると、うん、はい、我々はその15年間でどのくらい大きくなれたのか、まあ、そこは心配ありますけど、まあそこはね、うん、いろいろ今回は伏せておきました。そうですね。いやでもなんか素晴らしい機会を作っていただいて、はい、非常に感謝しております。はい、久々に地元に帰ってきたなっていう感じじゃないですか。そうですね。ね、みんな知ってるとこだもんね。そう、ぜひ皆さん訪れてみてください。はい。淵野辺公園、銀河アリーナ前でございます。